通訳が今行われています。神様がどうかこの言語を通して超えて働いてくださることを信じます。小西さんに豊かな恵みが望むことを主の御名によって祝福します。アメン。今日は信仰を持って勇敢に戦います。韓国語の訳とは若干違うんですけれども、韓国語は믿음으로선한싸움을싸우라という題目で一緒に恵みを分かち合いたいと思います。クリスチャンたちは私たちの歩みそのものが戦いだと言われます。毎日霊的な戦争を私たちは行っているんです。見えないですけれども、私たちは生きているというのは霊的な戦いをしているということなんです。この本文にいろいろ教えをしている使徒パウロ先生は、まことにその歩み人生すべてが神の福音のために生き、福音のために死んだ、福音のために戦い抜いたという人物であったということを知ることができます。使徒パウロはたくさんの試練にありました。何度も死の危険を乗り越えながら、それもただただ自分がイエス・キリストを述べ伝えるという理由だけ、自分が何か悪いことをしたんじゃなくて、イエス・キリストが主ですと十字架の福音を伝えただけで、彼は何度も死ぬ目に遭いました。だから使徒パウロにはいろんな経験があります。霊的な戦いというのはどういうもの、どのように私たちは戦うべきかということを使徒パウロ先生は知り尽くしていました。テモテという人物が今日主人公ですが、皆様ご存知のように、このテモテは特別に使徒パウロが愛して、韓国語ではねえアドラー、我が息子よというように、本当に自分の息子のように愛した人物なんです。清い良心を持って本当に正しい信仰の中で、本当に使徒パウロから見たら素晴らしい器であったに違いありません。だからこの霊的な我が子である手元に使徒パウロ先生が、自分が今までかなり長い時間イエス・キリストを述べ伝えながら信仰を守るために戦ってきたことを彼に今告げながら、どのように教会の中で信仰の中でどのような戦いをすべきかということを今日手元に伝えているのが今日の本文であり、手元の第1手紙第2手紙に続けて出てきます。大体全てが同じのような脈で流れますが、それ一言で言うならば、正しい教えを最後まで守り続けなさいということなんです。別のところで使徒パウロ先生は、あなた方は私が伝えた福音じゃなくて違う福音を聞いていますかというところがありますね。福音は違う福音はないんです。福音はただイエス・キリストの十字架の言葉その一つでありますけれども、それを少し色を変えて、それを曲げて間違って教える人が教会の中にもいたわけです。だから使徒パウロに対して、使徒パウロが今手元に対しては、教会の中に異端の思想が入ってきているし、立法主義者がそのままいるわけだし、まだ間違った自分を信じる、まだ自分が二世教師で、私が自称教師ですといった人を間違ったことを教えようとする思想、人々が入っていたので、それをそのまま容赦してはいけませんよ。それをちゃんとあなたは見分けて、そしてその戦いをどのようにすべきか、血を流す戦いをするんじゃなくて、清い良心を持って本当に良い戦いを信仰によってしなさいということを使徒パウロが教えているのが本文であります。ですからこの間違った教訓というのは、初めから間違った教訓はないです。教訓というのは正しいものです。でもこの正しいものを間違ったものに入れ替える人々がいるということを私たちはよく知らなければなりません。いや、もしかして自分がそのような過ちを犯すかもわからないので、注意深く私たちはこの真理の御言葉を守らなければならないと信じます。アメン。ではこのパウロがこの本文で教えている言葉の中で、正しい教訓とは何ですかということですよね。間違った教訓、間違った教訓というんですけど、正しい教訓とは何ですかということを、この大体
この本文の中で言っている言葉で言ったら3つのこの分かる基準があるということをシトパロ先生が言っています。第1番その教訓だと言って教えている教訓が私たちを信仰に導くかどうかを見なさいということです。当然ですよね。第1テモテ1章4節です。果てしのない空想話と芸術に心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは議論を引き起こすだけで信仰による神の救いの計画の実現をもたらすものではありません。한국말시노아와끝없는족보에몰두하지말게하려합니다이런것은믿음안에있는하나님의경륜을이룬보다도리어변론을내는것이다ですから簡単に言うならば私たちがせっかく持っているこの信仰を奪っていく言葉はどのような綺麗事を言ってもどのような天使のような顔をしていてもそれは間違ったことであることを知りなさいということです。もし皆様が誰かの話を聞きながら自分の信仰が強められたらそれはきっと正しい教訓でしょう。でも自分の信仰が揺れたり疑いが生じたりすることならば皆様断固としてそれを聞かないでください。それが私たちが分別できる1番目であり、2番目はその距離が同じここの第1テモテ1章4節ですけれども、議論ばかりする言葉かどうかということです。だからこの教訓というのは、神の言葉というのは私たちの人生を変化させ、今まで間違って生きた人生を、ああこれからは正しく生きるというふうに私たちを立たせて生きる、生かすべきであるのに、そうじゃなくてただただこの議論のための議論、ただ論じるのが好きで、これが果たしてどうなるかどうなるか、空想話というのは一つも益にならない、ただただ自分の何かの主張を言い続けることに過ぎないということなんです。ですから人間の救いの動機と関係なく、人間の永遠の命と関係ない話を持ってきて、哲学なり何かの今までの言い伝えを言ってくるならば、それは間違った教訓だと知ることができると言います。3番目に、その教訓が私たちを愛に導くのかということを言っていますね。第1テモテ1章5節です。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰等から出てくる愛を目標としています。이교훈의목적은청결한마음과선한양심과거짓이없는믿음에서나오는사랑이거든아멘아이와립보로간세입니다아이노나카니립보가스베테하이트입니다愛の中に律法がないんじゃなくて、律法を私たちでは完成できない律法を十字架の愛によって、十字架の福音によって完成させてくださいました。ですから私たちはこのイエス・キリストによって律法の呪いから解放されることができるのです。ですからその教訓が嘘の、ただただこう何かこう自分の利益のための愛じゃないもので私たちに伝えている教訓であるならば、それは偽りの間違った、正しくない教訓だということを知りなさいと、まずこの一章の初めに言っています。ここに律法主義たちがこの本文の一章に出てくるんですけれども、その時まだまだ律法的な人々がいました。でも皆様、気をつけてください。今も私たちの中に律法主義的な信仰を持っている人がたまにおられます。それは特徴は、律法を守らなければ救われないということをどことなく表すんですね。救いはただ信仰によって受けるものです。アーメンですか？私たちが救われたのはただイエス・キリストの十字架の贖い、福音を信じて救われたんです。それを何とか、最初はそうです。私たちは救われましたがと言いながら、律法のこれを守らないと救われない、あれを守らないと救われないと言ってきます。だから私たちは今や律法を守らなくていいものじゃなくて、律法を守るべきです。十戒の戒めも守るべきです。ただそれは今は聖霊様が私たちを助けてくださって、自由の真理の御言葉の中で自由意志を持って自分たちが守るのです。アメンでしょうか。守ったら私たちは祝福され、守らなかったら祝福されないだけであって、救いというのは例えば私たちが主日を今日一回欠席したから救いと離れるわけでもないんです。でも絶対安息日を守らなかったらあなたは呪われようというならば、それは間違ってますね。そして律法主義者たちの共通点は、自分が知っている律法主義だけを強調する、人の話を聞かないです。
とにかくそれだけが正しいと強調しているからすぐ、まあ、見分けることができます。立法主義たちはすぐ見分けることができるんですけど、一番先に言った間違った教訓を見分けるのは皆様意外とそう簡単じゃないことを覚えてください。御言葉がしっかり自分に入っていて、御言葉の基準があって聞くとき私たちが分かるんであって、また聖霊様の助けによって分かるんであって、多くの場合はそれを聞いてしまいます。聞いて心を開いて聞いてしまったために、それはまるであのウイルスですから、その霊的なウイルスが入ったらもう後でそれが本当かどうか分からなくなってしまうんですね。今韓国に何かの恵み教会といって、韓国ではなく今あの別の国に行って自分たちの王国を作って、今いろんな人たちを、まあ、本当に死に導く、そのような集団が出てきてますけど、私は思いました。それを見ながら、今までこれほど変な異端が出てきて、そしてその異端の最後は何か分かるし、家族が破壊され、まあとんでもないことが起こるにもかかわらず、なぜ人々は、それも女性の牧師ですね、なんであの人の話を信じて、聖書にもないことを信じて人生を全部そのように捧げるのか理解ができないけど、ここなんです。私たちが正しい教訓、御言葉を知らないで変なことを聞いてしまったら分からなくなってしまうということを皆様よく覚えてください。私は大丈夫だろうと言って、皆様変なところに行って変なことを聞かない方が良いです。まあ、ある女性は、二十歳過ぎの女性が、お母さんが自分がアメリカで勉強しているのに早く帰ってこないと私はがんの手術をしないというので、お母さんの言う通りにもう勉強を途中でやめて韓国に帰ってきた。そしたらお母さんが、結局私はその島に行かないと絶対私の体は癒されないからと言って娘を連れていたけど、結局娘はそこでパジャマのまま脱出しました。パジャマとスリッパのまま、まだまだ娘の、まあ、考え方は健全だったんでしょうね。それで言いました。私は家族を失いました。それが異端なんですよ。皆様、神の御言葉は時には私たちを叱り、時には私たちを突き刺す御言葉ですけど、その後は私たちに命を与え、私たちに祝福を与える御言葉が正しい教訓、神の御言葉であることだと信じます。覚えてください。本当に注意しなければならないんです。ですからこの偽りの教訓、間違った教訓を教えている人々はまた先生だと自分たちが、まあ、意識を持っていたんですね。第一テモテ1章7節です。1章7節、はい。律法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることもまだ強く主張していることについても理解していません。율법의선생이되려하나자기가말하는것이나자기가확증하는것도깨닫지못하는도다。だから何と言いました？イエス様が、私の首輝きを追って私から学びなさいとおっしゃったんですね。私たちはいつまでも主から学びを受けるものであって、まあたとえ説教者が説教するから、自分が 100% できることを皆様にこうしなさい、ああしなさいという、そのただただ教えるためではない、一緒に私たちは主から教えていただく身だということを知るべきですね。でとにかくあの討論が好きで、非生産的なことが好きでした。第一テモテ1章6節です、はい。ある人たちは目当てを見失った、脇道にそれて無益な議論に走る。だからよく話を聞くと、え、この話と救いと何の関係がある。私はよく話を聞きながら、聖書の言葉は一つもないな、聖書の心も一つもないなという時、私はもうそこ去ります。それは聞く必要がないです。私たちにとっては無益な言葉だからですね。そして彼らは、さっき1章7節に、実は自分たちが言っていることを悟っていない、分かっていないんです。確信がないんです。ただ言ってみたい、私これ知ってるからと言って言ってみたいというの彼らの間違ったところ。そして、まあ、この偽りの教訓を教える、間違った教訓を教える人の特徴は、自己中心、利己主義、自分の利益、自分が人から先生先生あなたは偉いですと呼ばれたいから教えるんであって、その人がその教えを受けて、その人が正しい道を見つけて、その人が命を見出すことを願っていない、動機が悪いんです。だからこのことを言いながら、シトパウ先生は今日テモテに、こういうことが教会に今起こっているけれど、あなたはこれをしっかり明示で、これはダメですよ、これは違いますよと言って、生徒たちを間違った教えから守りなさいと。믿음의결국은영혼구원이라。信仰の結局は私たちの魂の救いなんです。
私たちがせっかくイエス・キリストを信じて罪許され救われて信仰生活の中で脱落するならばこれほど残念なことはありません。だから信仰生活は戦いなんです。時には自分の間違った考え、自分の知識、自分の好む何か傾向、それが信仰と間違っているならば私は戦って追い出さなければならない、捨てなければならないんです。神の御言葉は真理だけを受け入れて私たちが生きるとき間違った教訓に流されることはないことを信じます。ですから正しい教え、正しい教訓は私たちに永遠の命に導かす神様の命の言葉です。ですから皆様どうかこの栄光の福音に従う、ただ十字架の言葉を信じるだけで救われましたという人を、この十字架の言葉を愚かだと言ってバカにする人々から守られるために、私たちは聖書の言葉、救いの言葉、十字架の言葉を正しく知らなければならないことを信じます。アーメン。死の毒を撒くというのがこの間違ったことを言う人々です。よくよくこの世の終わりは何か異端、競争だけが間違ったことを教えるんじゃなくて、同じ生徒の中でも間違った霊を受けて間違った信仰を持った人が少し自分の力を、また縄張りじゃないけど私は古い信者だと言いながら新しい人たちにとんでもないことを言っている人が現実におります。その中から私も皆様も断固として私たちの信仰を守るために戦うこと、良い戦いを、信仰の戦いをすることを主の皆によって祝福します。アメン。ではこの信仰の戦い、良い戦いとはどういうものでしょうか。何によって戦えばいいと今日言っていますか。それは第一番目、神様の御言葉で戦わなければいけません。アメン。今日第1テモテ1章18節にこの本文ですが言っていますね。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜くためですと言っています。予言と2回出てきますが、だからここもまだ間違って解釈して新しい予言をください、私に予言をくださいとさまよう人がいますけど、予言は神の言葉だとはっきりと言っています。予言というのはすでに私たちに与えられ、誰にでも開かれている神様の聖書の言葉が予言です。ですから私たちも主の子民として愛称を受ける時も神様の御言葉によって任命をされます。だから人間が人間を任命するんじゃなくて、人が神様の代わりに神様の使命を私たちに御言葉で伝えてくれるんです。ですから世には皆様牧師たくさんいますよ。昨日神学校卒業したのに牧師だという人もいるし、1年も経たないのに牧師、私は別に他の教団を悪く言うつもりじゃなくて、私が心配するのはその人の信仰が果たして人々を命に導くことができる信仰かということが怖いです。そうじゃありませんか。だから厳しく厳しく吟味して本当に立てるためにこのことをするまではここまでとか、それが例えば厳しすぎても私はおかしくないと思います。だならばそれが生徒の信仰を守り、自分の信仰を守ることだからです。よく吟味してください。よく見えること、甘いこと、優しいことに心を奪われないように主の皆によって祝福します。ですから私たちが戦うためにどんな時でも信仰の戦いの一番大事な武器は神様の御言葉だということを忘れないように主の皆によって祝福します。イエス様が40日40夜断食をされてからサタンの試みにあった時、全てこう書いてある、こう書いてある、神の御言葉によってサタンを追い払ったということを忘れないでください。そしてエペソ6章11節にはサタンに戦うために神の全ての武具、全身甲冑を입으라고합니다。はい、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神の全ての武具を身につけなさい。魔鬼의관계를능히대적하기위하여하나님의전신갑주를입으라。人間の知識を着なさいと言っています。人間の考えを着なさいと言っています。自分が経験したことを着なさいと言っています。神の全ての武具を着るべきです。武器は神様から来るものであることだと信じます。ですからまだ特にその全てのこの武具の中で全部防御のものですけど、兜から胸当てから腰の帯から靴まで、でも一つだけが私たちが悪魔サタンに立ち向かうとき使う武器がありますが、それが御言葉の剣です。
エベソ6章17節です。救いの兜をかぶり、まだ御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。クオネトグは성령의검、곧하나님의말씀을가지라。アーメン。ですから御言葉で戦うんですよ皆様。御言葉、もし皆様がお祈りを捧げた後、神様の御言葉が霊魔として自分に来たら、もう答えられたということです。あ、神様が私の祈りを聞いてください。私は一番嬉しいことが、寝ながら神様の御言葉を受け取ることです。よく聞きますね。最近特にたくさん聞こえてくるようになりました。昨日ですね、土曜日はヘブル13章8節、今日の暗唱聖句ですが、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですということが英語まで混じって聞こえたのでね、まあ、家族と笑って話をしたんですけれども、本当に神様が私たちにくださるのは一点一角も変わることがない真理の御言葉であることを信じます。それを受けるとどれだけの力を受けるか分かりますか。それはどういう意味か皆様ご存知でしょう。私は昔奇跡を行ったように今も同じ奇跡を行う。昔人々を救ったように今も同じように救うんだ。昔約束したことを成就したように私の約束は必ずこれからも成就するんだという神様の約束であることだと信じます。とても嬉しかったです。もう早く起きちゃいました。そしてもう御言葉を受けたのでとても嬉しかったんですけども、もう説教はすでにもう準備できてたので、もうその御言葉によって説教を変えることはなかったんですけども、いろんなことを思い巡らすことができました。とにかく皆様、決定的に私たちが悪魔サタンに立ち向かうことができ、攻撃することができるのは神の御言葉です。だから悪魔サタンはもう昔何かこう映画に出たり十字架を持っていくから逃げたりしません。イエス・キリストの皆です。イエス・キリストの御言葉であり、イエス・キリストの十字架の実証です。ですから絶対私たちは武器が何かを知らなければならないんですけども、その武器の一番大事な力強い武器は御言葉だと信じるように祝福します。だから聖書は、ヘブル書には神の言葉は生きていて力があって両刃の剣よりも鋭いとあります。魂と霊と骨髄の関節までも差し通して人々のいろんな考えを判別することができるとあります。判別するんです。見分けることができるんです。アーメン。見分けることができるんです。何も霊媒師だから相手を見て、あ、この人は悪い、この人はいいと分かるんじゃなくて、言っている言葉を聞きながら見分けることができます。絶対隠すことができる。間違った真理を持っているのに正しい真理を最初は言うけど、どこかで間違った真理が出てくるんです。そういう時、私が持っている正しい真理の言葉でそれを見分けることができます。アーメン。どうか御言葉の真理、この御言葉で皆様が悪魔サタン、間違った信仰、間違った教えを打ち破ることを主の皆によって祝福します。2番目ですけども、信仰によって戦うべきです。アーメン。信仰によってです。私たちは弱いです。悪魔サタンは霊的な存在ですから私たちより強いです。それを忘れてはいけません。ただ私たちが御言葉に頼り、イエス・キリストの十字架の血潮によって救いの兜をかぶって、しっかり聖霊様により頼めば、その時私たちはイエスの御名によって勝つことができます。ね、ですから皆様、私たちも絶え間なくこういうふうに戦っているんですけど、またこれを言うとある方は、あ、どうしよう、クリスチャンになってどうしよう、クリスチャンになったからこれから毎日悪魔サタンが私を攻撃して私毎日戦わないといけない。皆様、でもその戦いはすでにイエス・キリストが十字架の上で勝利を獲得した戦いです。アーメン。もう勝った戦いをしているんです。だからば嘘つきの悪霊のもとともに勝利したんです。ただこれを信じて戦う人には悪魔サタンが、うん、あなたは知ってるな、私が負けてるの知ってるなと思って逃げるんですけど、これを分からないから悪魔サタンに騙されるんです。この際2章13節から15節お読みします。あなた方は罪によってまだ肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました。
神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として海戦の行列に加えました。韓国語も一度、はい、最初から皆様日本語も一度読んでください。또범죄와육체의무할례로죽었던너희를하나님이그와함께살리시고우리의모든죄를사하시고우리를거스리고불리하게하는법조문으로쓴증서를지우시고제하여버리사십자가에못박으시고통치자들과권세들을무력화하여드러내어구경거리로삼으시고십자가로그들을이기셨느니라아멘아멘これが十字架の勝利なんです。法的に私たちはもう勝ったんです。勝ったんです。皆様、このように、日本語で説教しますけど、韓国の方は韓国語でこの一緒に聖書を読むことによって理解が、強まると信じます。この御言葉を一緒に読むことによって私たちは本当にこの御言葉の力を受けることを信じます。ですから、他、信仰によって戦うということを忘れないで。心配事をいっぱいしているのに、誰かがもし皆様に、あなたは何がそんなに嬉しいですか、いやあなたの顔を見たらもう本当になんか嬉しそうですねと言われたことありますか。私たちはそう言われて当然なものです。心配はありますよ。悩みもあります。問題もありますけれども、私たちはすでにもう勝利を信じているし、私たちは4次元の世界から3次元を見るから、4次元のこの物質的な世界をもうすでに征服するんです。そうすると心配はある、悩みはある、問題はあるから解決していくんですけど、それによってダメージを受けなくなるんです。少なく受けるんです。アーメン。そのようなものであることを信じます。今日も私はもうこのように皆様に御言葉を大胆に語ることができる根拠も信仰です。御言葉による信仰です。これは約束であり、一点一角も変わることがないからです。そして私たちの信仰はもはや見えるものじゃないということを私たちは知っています。ヘブル11章1節お読みします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。믿음은바라는것들의실상이요보이지않는것들의증거니。私たちはイエス・キリストの十字架を見ています。でもイエス・キリストの十字架の贖いを御言葉の約束によって信じて、アーメンで受け入れて救われました。救われた後、私たちはその十字架の贖いを霊の目で見るように信じられるようになっていくんです。信仰というのは、見て信じるのは信仰じゃないんです。見えないけれども、神の約束を、それは正しい、アーメンと信じて私たちが告白して、もうそれがすでにそうなったと自分がもう見続けるならば、その信仰によって私たちは必ず勝利できることを信じます。アーメン。ですから確信です。本当に、いや今は大変だけど、必ずこのことを超えた、全ての聖書に書いてある苦難の後に神様が全ての人を祝福したように、私がもし信仰のための戦いであるならば、正しい信仰を選ぶ、間違った信仰を捨てる、正しい信仰がしばらくは苦しいかもわからないけど、この正しい信仰によって与えてくださる神様の祝福を一緒に受けるという、この信仰があるからこそ私たちは勝利できることを信じます。いや、もう初めからもう勝利したことを宣言して進むことができることを信じます。アーメン。だから信仰によって見るんです。全てを信仰によって見る。今はすでに起きていないんですけど、これから起きるだろう、いや間違いなく起きますということを毎日夢見るから、私たちは喜びがあふれ、希望があふれ、いつも祝福の人生を歩むことができるんです。だから唇で皆様、自分が信じたことを告白して認めましょう。必ずそうなります。病があるならば、主よ、私は以前よりも必ず主が健康な体をくださいます。続けて自分が信仰によって健康になった自分を見て告白するならば、もう気がついたらそのような自分が立っていることを信仰によって見るでしょう。それは皆様が信仰の戦いに勝利したということなんです。第一ヨハネ5章4節です。はい。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に勝って打ち勝った勝利です。無論하나님께서부터난자마다세상을이기느니라。세상을이기는승리는이것이니우리의믿음이라。아멘아멘。だから今日の賛美もね、ありましたね。信仰が勝利です。信仰が勝利であって、私が勝利じゃないんです。信仰によってイエスの名によって勝利なんです。それがクリスチャンの歩みです。私は弱くても構わない、
私は何もできなくても大丈夫、年を取ってもいい、イエスの御名によってできるんです。私を強くしてくださる主にあってできることを信じます。ですから勝利をすでに成し遂げたイエスキリストの十字架を信じて従って生きるとき、霊的な戦いで勝利できます。アメン。3番目ですけども、清い正しい良心を持って戦わなければいけないと言っています。エペソの6章に出てくるように、悪魔と戦うときはもう信仰の心を全部全身甲冑着て戦いなさいとあるんですけれども、今日はとても大切なことを手も手にパウロが言っています。清い良心、正しい心ですね。清い良心というのは善と悪が判別できて、何がいいか悪いかということが分かる心、私たち分かりますよね。以前の私たちは悪が悪だと知りませんでした。イエスキリストを信じないことが罪だとも知りませんでした。その時の善と悪、だから良心は私たちはもう死んでいたんです。もう鈍くなっていました。でも清い良心が私たちは救いとともに、イエスキリストの十字架の血潮によってよみがえったんです。だから今は、あ、これはいけない、あ、これはやってはいけない、これは罪だ、これはイエスキリストの信仰じゃないということを私たちは分かるようになるんです。でも多くの人がその中でクリスチャンだと言いながらも罪を犯します。なぜでしょうか。清い良心を失ったからです。韓国語ではヤンシメファイルマザーと、まあ、日本語では、まあ、鈍くなった良心がもう働かなくなった、だからとんでもないよと、神の教会を汚す者は呪われよと言っても、神の教会を汚す言葉を平気で言って悪いことをする、どんなに怖いですか。皆さん、その人の状態は良心が麻痺して死んでいる状態なんです。だから戦いをするとき、まあ、力がある聖霊充満、もう御言葉を知っている、いや私はこんなに祈りました、40日断食をしました、そういう力によってだけじゃないというのです。イエスキリストの中で私たちの清い良心というのは、これはイエス様の愛を意味します。アガペの愛、本当に人々をその魂を愛する清い良心、愛、この人の救いのためならば私はこれをします、この人の救いに邪魔なるものならば私はこれをしてはいけないでしょう、私はそれを分かります。すべてを人々の救い、人々を生かすために思う良心をここで言っているのです。自分の利益、自分の何か名前のために平気で人々の魂を食い物にし、財産を全部奪い取り、人生そのものをダメにする、そのような二世預言者たちが今たくさんおります。教会で執事、安守執事、長老、監視、執事、本事、安守執事、長老、階級じゃないです、これレッテルじゃないです、なんか肩書きでなんか威張る伝道師、牧師、そんなんじゃないんです。なのにそれを使ってたくさんの悪いことをする人たちがおります。皆様、よく人と話をするとき、よくそれを考えてお聞きになってください。なぜならば戦いです。悪魔サタンは何とかして私たちのこの清い良心を麻痺させようとするし、私たちが罪を罪とも知らないでもどん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 悪いことをするように仕向けて、結局その人だけ滅ぼすんじゃなくて、その人を通してたくさんの人が信仰から離れるようにさせます。信仰から落ちるようにさせます。その人の心に疑いを入れます。結局その人が自分がせっかく得た救いを奪われるようにさせます。目的がはっきりします。もうすぐ分かることなんですね。この目的は何だろう、この人じゃない、あ、この人の背後で働く悪しき者が私の良心をなんか麻痺させることをずっと言い続けてる、聞くべきじゃない。しっかりと自分が持てる御言葉で皆様が立ち向かうか、そうじゃなかったらそこから離れるべきです。たくさんの人が無防備でそれを聞いて、まあ、先に話をしたのに何ですか、その地名がちょっと出てこないんですけど、なんかもう地上の楽園というところ、もう神様が世の終わりの時、世の終わりはだから信じるわけですね。聖書を信じている人は世の終わりが今近づいたというのは誰でも分かるんです。みんな分かります。そしてまた私たちは今もう神様に出会う準備をしなければならないということもみんな知っています。今世の中に起きている
ることを見てください。まさかということがもう全部起きています。それを私たちは見ながら、みんながある程度クリスチャンであるならば、いやこれからどう生きるべきか、天国にいてイエス様の前でちゃんと正しく立てるように生きようと、信仰生活ちゃんとしようと思ってるわけですね。その思ってるところを掴んで、待ち方教訓で、あなた方ここにいたら患難に遭うから、患難に遭わないのが地球に2箇所あるから、その2箇所に逃げようと。ありえない話じゃないですか。そういうことはどこに、聖書にどこに書いてある。そういうことを人々が信じるのは、もう両親が完全に麻痺して、自分の娘の人生までもダメにして、もう普通の考えでは起きえないことが起きるんです。私は結構こう慎重派です。まあ、皆様それぞれの性格があるんですけど、自慢ではないんですけど、結構注意深いです。注意深いので、運転もいつもこうさーっとしますし、あんまりバーン走ったりしないですし、でやっとゴールド免許をいただきました。どこでも駐車したり絶対しないし、それを私自分の信仰に置き換えて考えたら、まあ良かったと思うんです。注意深く、いつもこういいことだからすごいいいとかね、よく見えることだから、ああこれはいいですねというようになれないんです。いつも主よ、これ本当に正しいですか、私本当にそのように祈ったり考えたり、主の答えを探すんですね、待つんですね。それでも私も騙されることがあります。あの生徒さんの話を聞きながら、この人かわいそう、正しいなと思って、で最終的になったらそうじゃなかったり、嘘であったりすることもあるわけです。人間ですから、絶対全てをね、ああこれは全部嘘だ、これは間違った教訓だ、パン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 でそうじゃないんですけれども、少なくてもちゃんとした基準があります。そしてどうすべきかということを、それを知っているんですけれど、結局今日の御言葉の最終的な、この結論的なことは、愛によってその人々を全部またまた連れ戻さなければいけない、またまた彼らを正しい道に導かなければならないということが、まあ、今日の御言葉の教訓です。だから大変です。皆様、一度ちょっと信仰的におかしくなった人を正しい信仰に戻すのは大変ですよ。だからウイルスだということが、それをやった人は分かります。まあ、ペテロは3回もイエス様を知らない知らない知らないと言ったけど、悔い改めて立派な主のしもべとなって逆さま十字架で死にました。イスカリオテユダは最後まで鈍い死んだ両親を持って悔い改めなかったために自殺をしました。私たちは間違うことはありますけれども、早くその時自分の両親が清い両親、正しい両親を持つために悔い改めなければいけないんです。イエス様が一番、神様が嫌うのは偽りです。偽りを持って主の前に立ったって、主はそれを喜びます。私たちは祝福を受けるためには、ある程度ちゃんとした原則原理が御言葉の中にあることを知り、やっぱり御言葉を行わなければならないんです。自分に都合の悪い御言葉、これは守らない、これは守らなくてもいいだろうと勝手に自分が考えるんじゃなくて、一つ一つ全部、だから御言葉は旧約新約全部を通読する必要があります。好きなとこばっかり読んだら分からない、全体を通して御言葉が御言葉を解き明かすことができるんです。できるからです。結論です。この良き戦い、信仰の戦いはイコール福音のための戦いであり、信仰のための戦いであると信じます。アーメン。もうもはや今この戦いは見えない戦いとも言えないぐらい、目の前にも全部今も見えて起きています。私は見ています。皆様、どうかこの戦いを戦いだと知って、この戦いがあるから怖がらないで。悪魔サタンは救いの中に入っていない人は攻撃しません。自分の味方だから、自分の仲間だからですよ。私が攻撃を受けないのが好きというならば、悪魔サタンの仲間だからです。攻撃を受けるというのは、私たちが自分の仲間じゃなくて、私たちは主の列に立っているから。神様の子供だから攻撃を受けるんです。それを嫌だと逃げるんでしょうか。それを逃げたら天国の道じゃなくなってしまいます。ですから、私たちの戦いは、悪魔サタンとの戦いがあって、この戦いはずっと続くけれども、その戦いをただただよしよし自分の力だけでするんじゃなくて、最終的に忘れてはいけないことは、私たちは清い良心、本当に私たちの中に許し許し7回70回最後まで許して、その魂を何とか生き返らせようとするイエス・キリストの愛を持って、私たちは戦わなければいけないということなんです。戦いの中心に愛がなければならない。その愛が私たちに
一番の力になることを信じます。ですから、あの使徒パウロはエベソ教会とか、そこから二世教師によってもう全部信仰を離れた人々、私は海の苦しみをしながら彼らを呼び戻すというような表現をしました。だから何が辛いかといったら、間違った道にいた人を捨てることができないからです。何とかしてその人を立ち返らさないといけないので、初めから間違った道に行かないようにするのが私は一番だと思うんですね。だから本当にこの教会の中で私たちがやるべきことは、やっぱり自分の信仰を、正しい教えによって自分の信仰をちゃんと立て上げて、そして間違った信仰に対して、あれ間違ってる、あの人でもあれ間違ったと言ったら私を嫌いになるだろうじゃなくて、信仰に対しては、間違ったことに対しては愛を持ってしっかり皆様が伝えるという勇気が必要なんです。それが戦いなんです。敵が戦ってくるのに黙ってやられないでしょ。私たちも武器を持っていかなくちゃ。武器が御言葉であって信仰なんですけど、愛を持っていってください。人を裁くために、あなたは何でそれをしたのか、あなたは悪者だ、あなたは罪人だじゃなくて、その罪人である私たちを思い許してください。使徒パウロは自分みたいな罪人の頭を許してくださったと言っていました。許しただけじゃなくて、私を神の働き人にしてくださったことを手も手に言っています。だから皆様、私たちは正しい真理を知ることをこれから努めましょう。今日報告に、秋の季節に、読書の季節に、皆様聖書をたくさん読みましょうと言いました。本当に聖書を読むことから、聖書に関する本よりも聖書を読むということをとても皆様にお勧めしたいです。聖書をたくさん読んでください。たくさん全部理解できなくても、通読して全部読んでみてください。変化が起きるでしょう。そして自分の心の中で、結局聖霊様は何を助けるか、私の思いを助けるんじゃなくて、私の中にある聖書の御言葉に基づく信仰を助けるんですよ。よし、頑張れ頑張れと、自分の何か人間的な欲を聖霊様は助けてくれません。ナポレオンは最後の5分まで忍耐して戦ったら、その戦いは必ず勝利すると言ったらしいです。私たちの勝利は最後の最後の最後までです。ですから、ちょっと何か混乱が起きたからやめたじゃなくて、混乱が来たらもっともっと私たちは御言葉を信じて、祈りを持って戦っていきましょう。そうすれば必ず私たちは勝利します。その時忘れてはならないことは、戦いの武器は信仰であり、そして御言葉であり、私たちの清い良心、主から受けた一方的な愛であるということを忘れてはならないんです。どうかオルゴスフェ堺教会全聖徒が、これからはこの秋、そして来年に向けて、私たちの教会ただ人ばっかりたくさん見て、アダマガズを満たそうということに、今までも努めていなかったんですけど、私は今もそれを見ていません。皆様お一人お一人が本当に正しい信仰を持って、いつでも主が来られたら、はい、アーメン、マラナタと言ってね、天に引き上げられない、上げるぐらいの聖徒になってほしいです。そして私自身も皆様に教えておいて、私が脱落しするものになっちゃいけないから、自分の信仰をしっかり守って、だから信仰をしっかり私たちが持って、信仰の戦いをするゴルゴスフェ堺教会になること、主の皆によって祝福します。そうすれば、私たちが持っているこの三次元の食べる飲む着る、そういう問題が全部解決できます。体の病もそうです。主の御心ならば、どのような病も癒されます。神様のために私が働く必要があるならば死にません。どうか皆様、信仰によってもう一度私たちのこの良い戦いを一緒に喜びながら、助け合い、支え合い、許し合いながら生きるゴルゴスフェ堺教会になることを、主の皆によって祝福します。アーメン。主を参照して御言葉を考えて祈ります。主よ、主よ、主よ、生きておられる天のお父様、心から感謝を捧げます。